今日はあのインスタグラムに質問が来てそれでえっとそれに答えようと思いますあの。ずっとギターを練習してると体がすごい痛くなってくるんですけどどうすればいいですかっていうのが来て実際これは結構みんなプロでも悩んでるとこでであの結論だけ言うとそのギターを持って特に立ってね これ立ってるとして立ってギターを弾いてる時のベストな体勢っていうのは実は正面向きじゃなくて右斜め前向きですどどどの辺っていうかこんぐらいなんだよねに顔が向いてるぐらいが体とそのギターの軸がちょうど合うんですよで俺はなんでこんなことを言えるかっていうと サポータータを作ってるんですよギターのの練習用のでそこでいろんなこ,うことを検証するためにそのサポーターメーカーの人に協力してもらってるんですけどそのメーカーはもちろんいろんなサポーターを作るんでいろんなこう設備があってで人間の,そのバランスがどこで取れてるかとかをコンピューターでこうやって見る仕組みとかあるんですよその会社に。でそれで見てもらってギターをこう持って弾いてて。 どの体勢が一番その安定するかっていうのを見た時にギターを持ってると左斜右斜め前にこう体が向いてる時が一番安定してたんですよ軸軸が。なので多分その座ってるとまた違うとは思うんですけど、まあ、特に立ってる時なんだけど左右斜め前に体ちょっと向けて練習してると多少マシかもしれないっていう話ですねこれは。 でそん時に分かったんですけど結局その同じ体勢してるとまた体が変なブレてくるんですよそれってなんか人間って不思議なもんで多分その同じ体勢を続けるっていうのには結構その労力がかかっちゃうんですよねで疲労してきちゃうんですよね体のいろんなとことこがなんかフラフラしてるよりも てて固めた方が疲労してきちゃうんですよねだから右斜め前がいいっつってもそれはそれでずっとやってたら疲れてきちゃうんですよねなので一応俺の言ってるその右斜め前理論で練習しつつも休憩を多分豆に入れる挟むでその休憩は長くなくてよくてまあ短くて1分とか 長くて5分みたいなのをそのや演奏時間に対して設定してでちょくちょく体をその何て言うんですか脱力させるというかダラーンとさせてまた練習してっていう風にした方がいいですねだからぶっ続けで練習するのは絶対なしなしという話でしたちょっとねもっとこうこのサポーター作ってるプロジェクトってまだやってる途中なので もっととといろんんなことが分かると思うんですよギターを持って弾いてる人たちの。だからそれが分かったらもっとシェアしていこうと思うので今日はちょっとあのそんな話でした。ありがとうございました